この動画をご覧いただきありがとうございます。まだ男の子ののみりんです。私の男声を聞いていただいたところで曲を聴いていただきたいと思います。今回はクラフトの僕に任せてくださいを歌わせていただきます。それでは聴いてください。その手に花を抱えて急な坂を登る。僕の手には小さな水桶、君の後に続く。君の母さんが眠っている。ささやかな石の周り、草を摘みながら振り返ると、泣き虫の君がいた。両手を合わせた傍らで揺れてる任せてください。君がとても大切にしてた藤色の手玉、あれは昔君の母さんが作ってくれたもの。そして僕が大切にしてる日だまりのような人、それもそっと君の母さんが残してくれたもの。集めた落ち葉に火をつけて、君はぽつりとありがとう。不安すぎたら僕の部屋も温かい。